ですって書いてあるよ。あー、なんじゃこれ。姉上がいよいよ結婚ですか。あいつは幼い頃に両親が死んで、あの姉貴が親みたいなもんなんだよ。あんたがお姉さんの旦那さんね。クラバトーマと申します。もう長いことねえみたいなんでさ、死ぬ前に一時でも人並みの幸せ味わわせてやりてんでさ。愛するって決めたから。敏郎さんのそばにいたい。姉上がずっと結婚しなかったのはあんたのこと。あんたのいるべき場所はここじゃないでしょう。ぶっきらぼうで不器用で、でも優しいあなたたちが大好きだった。うるせー。俺はただ惚れた女には幸せになってほしいだけだ。ただそんだけだ。